名港中央大橋、名港中央大橋は、伊勢湾岸自動車道伊勢湾岸道路の名港潮見、IC、名古屋市港区潮見町から名港中央 IC、名古屋市港区近上不島の間にある橋梁。名古屋港を横断する名港トリトン、名港東大橋、名港中央大橋、名港西大橋の一つである。名港中央大橋、以下、 中央大橋と表記は、名古屋港の人工島である、近城布島と潮見布島にまたがる橋町線170メートル、中央景観590メートルの高舎張り橋である。また、名古屋港を航行する大型船の航行を考慮して海上面47メートルの空間を確保するなど、島町、高さともに明港トリトンでは最大規模である。百八十九年十二月に、 基礎校の施行に着手してから、手下の併合までに約七年を要した。中央大橋が架橋されている水域は、中央部に、北航路、水深十二メートルが設定され、ここは、塩見埠頭や金城埠頭にき離散する、大型船が、相当数航行する。北航路以外は、小型船が航行し、一日あたり数百隻の船が、ここを通る。 大型船を通過させるだけの橋梁規模を有するのが、中央大橋である。それは高さに限らず、北航路以外も航路であることから橋脚都市等の間隔が非常に長く、元橋を特徴づける一要因となっている。だが、近年の大型クルーズ船の航行には高さが不足し、名古屋への観光客誘致の障害の一つになっている。元橋は三景間連続しゃ橋であり、 A 型の2本の主都とその両端の橋脚により構成される。本校では、日本道路公団、現、ネクス湖中日本の故障に従い、近所不刀側の橋脚を P-1、同主刀を P-2、潮見不刀側主都を P-3、同橋脚を P-4 として記述する。また、建設省の資料に従って、近所不刀と潮見不刀間の水域を B 水域と記述する。名古屋港横断道路の構想は1964年5月の名古屋港管理組合が策定した港湾計画に橋を発し、これが名古屋環状2号線に組み込まれて環状ルートの一部を形成するに至った。やがては産業道路として混雑をきたす名シコ区道のバイパスとして豊田市と四日市市間に第2名4国道が計画され、 このうちのな4等 IC、現、名古屋南 JCT 飛島 IC 間で、環状2号と並行することとさ、両道路を合わせて、往復10車線の道路となった。後に、事業費を圧縮するために、両道路は統合されて、往復6車線の道路となった。さらに、第2名4国道、伊勢湾岸道路は、国と自治体の思惑が合致したとによって、第2透明。 第二名神高速道路の一部に組み込まれた。以上に見た経緯と連動して、名古屋港横断道路の構想は激しく変化した。1964年当初は、夢の大橋で結ぶと報道されたが、しばらく経過すると大橋あるいは、トンネル方式とされた。そこへ、往復重車線の構想が割り込むことで、橋梁、トンネルの区別なく膨大な構造で計画されるに、至った。 やがて海上横断道路は往復六車線に縮小され、ほぼ同時期に橋梁式に転換された。つまり、近城不動と旧合地、現、潮見不動間の横断形式は構想も含めて、橋梁トンネル橋梁の複雑な経過をたどることになった。橋梁に決定すると、西大橋はシャバリ橋、またはゲルバートラス橋で、中央大橋と東大橋は、 吊り橋式で計画された。中央大橋を吊り橋としたのは、北航路、当時は内向航,航路と称したの位置が、当時休合地寄りにあって、航路をまたぐ必要から必然的に島町が長大化することで、しゃばり橋とするには、当時の技術では難易度が高かったためである。また、東大橋は、中央大橋に比べて島町は短いが、中央大橋の地盤条件が悪いことから、 中央大橋の東側アンカレージと東大橋の西側アンカレージを共通とするために吊り橋を採用した。中央大橋吊り橋の当初案は往復重車線構想を反映して二層構造、ダブルデッキ型でウェージ四車線、下地六車線とされ、トラス高12メートル、首都高さ141メートルで予備設計されたが、その後の六車線化に対応して、トラス高9メートル、 首都高さ138メートルに縮小された。橋長は1490メートル。桁高さはこの時点の最もマストの高い船舶の入港実績から航海練習船、日本岸と海王丸の高さを基準として海面から48メートルのクリアランスに2メートルの余裕を加えた50メートルで設計された。やがて、東大橋の橋梁形式が シャバリ橋式に変更されたことで中央大橋一へのアンカレージとなり、1978年には石油製品等の危険物を扱う9号地ルートの見直しが要請されたことでルートを鍛えずらして現状位置となった。これによって桁下空間の変更と相まって橋長1560メートルに変更されることになり1979年3月に、 港湾計画に反映された。1978年度に船舶航行調査の結果に基づいて、桁下空間の再検討を実施し、対象となる大型船舶を貨物船として桁下空間を47メートルに引き下げた。その後、吊り橋に必要なアンカレージを支えるに必要な地盤がこの付近にはないことが問題化し、これによるクリープ、 荷重が当初は一定に保たれていても、時間とともに、歪みが増す、減少発生が懸念されたことから、地盤が受ける、負担の軽減を狙って島町を縮小することになった。この問題は九百七十四年における曜日、設計終了時点で、すでに判明しており、特に軟弱地盤の近上不倒における、アンカレージは常時大きな水平力が作用することから、基礎地盤は変形して、 アンカレージが傾斜することが懸念されていた。また、島町が長すぎることは建設費が莫大であることから、有料道路としての採算性に問題があり、さらに旧号地のインターチェンジが片方向アクセスとなることで、サービスレベルダウンとなることから、橋の長さを縮小することはぜひとも必要な対策であった。これらの問題を払拭するために、名古屋港管理組合は、 北航路位置の変更を決定し、B 水域の概ね中間に移動することとした。これによって、従来は航路をまたいで計画されていた東側の首都が水域におけすることが可能となったことで、島町は1560メートルから1170メートルへと縮小された。この変更を受けて旧号地インター、現、名港潮見インターチェンジは両方向アクセス方式に変更された。 橋梁規模縮小によって、シャバリ橋式の採用が可能となったことで、釣り橋案とシャバリ橋案で検討した結果、後期、経済性に優れるシャバリ橋案が採用された。決定は1985年5月である。なお、中央景観縮小によって、P-4 橋脚が西へ移動して、リノール油脂現、日清オイリオグループの専用三橋、 15,000重量トン級1バースと重なることから、三橋を南へずらす配置変更計画を1987年に策定している。元橋は名古屋環状2号線の一部を構成するが、建設計画の面では名古屋環状2号線の中にあって大きく出遅れた。海上区間を橋梁化トンネルでまたぐ点のみが論じられ、 具体的な調査は1973年に入ってからであった。それも国の財政難と過強反対を唱える船舶関係者への対応が原因であった。そして上日のごとく1978年に協梁案が正式決定されると、またもや船舶港に重大な障害が生じるのではないかという警戒論が出された。このため、名古屋港管理組合は船舶高校に 一切の障害、危険を生じさせないために、中部地方建設局に、主事の申し入れを行い、最終計画案に反映させた。この中で中央大橋については最高潮位面から、橋桁までの高さは47メートルを確保、52番、バース前面にターニングベース運、船が回答する場所を設置する、海中に防護施設を設けることなどが盛り込まれた。当初は、 豊田市と四日市市を結ぶ伊勢湾岸道路の一部として計画された中央大橋も1989年に伊勢湾岸道路を第二東名と第二名神のルートに含める基本計画が策定されるとそれまで計画されていた道路規格を第二東名、第二名神に揃える必要が生じた当初の道路規格は明に関と同じ第二種第一級ただし 設計速度時速 80km、福音 32m であったが、これを第一種、第二級、設計速度時速 100km に引き上げ、福音を 37.5m に拡大することになった。そのための都市計画決定は1991年8月に実施された。なお、中央大橋はシャバリ橋の設計が開始された後で、規格変更されたため、 シャバリ橋の当初案は塔高さ165メートル、シュゲタ幅はフェアリングを含めて30メートルと、桂馬町は同じながら、今より小ぶりであった。1996年6月、1989年12月の、株高、基礎の発注から6年半を要して、上部高のシュゲタ併合までこぎつけた。併合の3週間後、シュゲタの連結式典、夢渡り、 フェスティバルが1996年7月13日と14日、当時世界第5位の規模を誇るシャバリ橋の誕生を祝うべく派手に開催された。愛知県警察音楽隊の演奏に始まり、愛知県知事と名古屋市長ら来賓によって溶接機のスイッチをオンにして、くす玉割りを挙、続いて結婚更新曲に乗って、新郎新婦が登場し、ブリッジウェディングが行われた。 また橋の広さを実感してもらう意図から橋上に、テニスコートを仮設の上テニススクールを開催し、コーチとして、元プロテニス選手を招くという念の入れようであった。支持層は、雨や富類層で、その深さは、海面下50メートルにあってメーミナトトリトンでは、最も深い。三大橋の地層断面は、東海層群が基礎なし、東大橋付近で、 t p 3 0ル付近であるが西に向かうほど深く傾斜することから、それよりも浅い位置にある海舟やトミル層に指示を求めた。当該地層は、よくしまった、され層である。基礎形式は、海中部橋脚の p-2、p-3 がフローティング工法による、ニューマチックケーソン、幹部橋脚の p-1、p-4 が現場打ちコンクリート食いである。 P-2、P-3 では、交換や板基礎と、地中連続壁基礎も検討されたが、中央大橋区域は、船舶の航行が多く、交換や板基礎方式では広範囲の作業スペースを要することで、航行禁止区域が大きくなる。一方の地中連続壁基礎は海上に島を築いてから計算を沈めることから、水深12メートルの水域で執行するには、莫大な工事と、 地盤改良を要することで、いずれも、不採用となった。この天風ローティング工法は月島を必要とせず、広角系ンを海の浮力で浮かせてから海底に着底させるだけなので、指向性、工事費ともに有利であることが採用の決め手となった。ただし、ニューマチック系ンの問題点は、系ン底部の作業室に高圧の圧縮空気を送り込むことから、 窒素酔いもしくは先艦病発症のリスクが付きまとうことである。海面下50メートルでは、作業気圧が4気圧以上となって安全に作業できる3気圧を上回る。作業室に地下水を流入させないための高圧圧縮空気の封入であることから、事前に地下水を汲み上げてしまえば、海面下40メートル以下でもそれほど高圧の圧縮空気を送り込む必要はなくなる。 よって、京損周辺に大深度の井戸を掘って、溶水の上地下水位を下げる作業、デープウェル工法が併用された。ただし角の溶水による、周辺埋め立て地の地盤沈下が懸念されたことで、京損周辺のみ溶水するために、薬液注入による、射水壁を構築した。京損高柄を沈下させるにあたり、安定的な沈下を期するために、海底の地盤改良を行った。 深海予定地は軟弱な中石粘土層があって、これを海底からおおむね10メートルの位置まで砂を複数打ち込む工事、サンドコンパクションを行うものである。打ち込みによって土が盛り上がり、これを含め不良度として回収した上で厚さ2メートルの採石に置き換えることで地盤が改良される。これにより地盤支持力が強固となって、計算高柄の安定沈降が可能となった。 首都は規模が大きいため、基礎の寸法を極力縮小するために春月田を乗せる下段水平量より、仮想は V 字型に絞り込んでいる。首都の色は大白鳥が羽を広げたイメージとして白とした。中央大橋は名古屋港のメイン航路上に架橋されたことから、大型船の航行を考慮してシュゲタは、むね海面上50メートルの高さである。 その関係で手ュを支える主都も他の二橋よりも高くなっている。その規模は190メートル、TP 基準では195メートルである。その高さから有害な発散振動の発生が風洞実験によって確認されたことで中央大橋に限って東断面を八角形とした。八角形断面としたことで主都の振動が抑制できたことは 基礎構造をコンパクト化することにつながり、結果的にコストダウンとなった。仮設工事は、東仮層柱、高さ35メートルを主頭基部に据え付けることから始まった。V 字型の柱2本が立ってから主下ゲを支える下段水平量を仮設し、この時点で、工術の懐中ベントを立てて、主下ゲブロックベントに乗せる工事が開始された。 したがって首都が完成してからシュゲタを仮設したのではなく、首都が上に伸びていく過程と並行してシュゲタも仮設されたのである。下段水平両より上は西大橋や東大橋のように工場で A 型に組み上げた後、フローティングクレーン船で現場に栄光して一括で仮設、完成するプロセスが中央大橋では採用できなかった。これは 当時最大級のフローティングクレーン船の釣り能力4100トン、最大釣り高さ132メートルに対し、中央大橋の主投総重量は、約6700トン、頭頂部高さ TP プラス195メートルで、クレーン船のポテンシャルをはるかにオーバーしたためである。このため、上部柱を29ブロックに、分割の上、P-2 は、クローラークレーン、P-3 は、 タワークレーンで1ブロックごとに吊り上げて溶接接合し、ただし上下水平両上部は HTB、高力ボルトで接合した。P-1、P-4 橋脚は東大橋、西大橋と共通の逆台形で下段水平両以下の V 字型の統計上に合わせ統一感を演出した。橋脚中央にはスリット1本を設け、軽観に配慮した。 一見同じに見える、両橋脚も構造は全く異なる。基礎は共通の場所打ち食いだが、それぞれの橋脚が置かれた条件が、上部校の違いを決定づけた。近所不当側と違い、潮見不当側は、ベント設置が不可能で、このため P-3 首当側主義との仮説は、バランシング工法を採用している、口実。そしてベントがないことの裏返しとして、 P-4 橋脚が完成しないことには、シュゲタ仮説が完了できないことを意味する。加えて、P-4 橋脚付近のシュゲタ仮説は、岸壁があるために台船が侵入できず、シュゲタの直下釣りは、不可能である。よって、P-4 川端部のシュゲタ3ブロックは、工場で一体化けたものを、フローティングクレーン線で栄光して一括、仮説することになった。 このことから P-4 橋脚の急速思考が要請され P-1 のような鉄筋を組んでいては時間がかかりすぎることから直線焼いた及び角形鋼板、蛍光等に加工を施した部材、エレメントを鉄筋代わりに用した。エレメントは工場製作のため現場ヤードを不要とし片枠もエレメントが兼ねることからある程度省略できた。鉄筋は 橋脚表面のひび割れ防止筋など最小限にとどめられた。シャバリ橋のため風による振動が特に心配されたことから風の抵抗を軽減できる薄型を採用した。そして自動車やフ等によるねじり変形に交する強度確保や塗装、等メンテナンスの容易さから一体型の大箱型とされ、両端に三角形状のフェアリング。 フェリング、空気力低減のために成形すること、その部材を取り付けた六角形が選択された。シュゲタ両端にてケーブルを連結して吊り上げる二面釣り方式である。全幅は37.5メートル、全高は3.5メートルである。また、メイン航路に加強されることから、シュゲタも非常に高く、TP プラス63メートル、桁下空間は55メートル。 航路空間は47メートルである。首都高さも、去ることながら、中央大橋が、他の二橋と大きく異なるのはその景観比である。側景観、P-1 と P-2 間、P-3 と P-4 間の景観も、航路となっていることから、中央景観、P2 と P3 間と並んで、側間も長く、その景観割は290メートルプラス590。 メートルプラス290メートル、側景観と、中央景観の比率は1、2である。このレベルまで長いと、側景観に、自動車を再化した赤月には、シュゲが重量で沈み込むことで主導が、側景観へ大きく変形する。さらに、中央景観のシュゲが盛り上がることで、シュゲも大きくたわむ。この変形を抑え込むために当初設計段階では、中央景観中央に、 重量物を再化することが検討された。この場合、重量像によって仮設機材が大型化することに加え、株高の負担が増すなど不利な要素が多く、ケーブル配置や張力を工夫することで対応することとして重量物は再化なしとした。手下タ仮設は、近所不当側が水中弁と弁と橋脚を意味するが日本では仮支柱を弁と呼ぶ。 ステージングともいう併用による張り出し仮説工法、塩見不当側がバランスの張り出し仮説工法、バランシング工法を採用した。近所不当側の場合、水中弁当主等近辺に設置の上、フローティングクレーン、船に乗ったクレーンによって桁3ブロック、全長116メートルから150メートルを水中弁当上にまとめて乗せた後に、ケーブルとを連結させる。つまり、 ケーブル連結までは水中ベントでシュゲタを支える。内向航路にはベントを設置できないことから、仮設したシュゲタに仮設クレーンを置き、台船に積まれたシュゲタタタンブロックを仮設クレーンで吊り上げて連結し、合わせてケーブル仮設も行うことで、シュゲタは少しずつ中央部に向かって張り出されていく。一方、潮見不当側では航路の関係上水中ベントを設置できないために、 バランシング方法を採用した。P-3 首刀両脇にシャベントを設置して、フローティングクレーンでシュゲタ大ブロックを乗せる。その後左右均等に単ブロックを継ぎ足し、左右のバランスを取りながら少しずつシュゲタを伸ばしていく、方法を出る。このバランスが崩れると、一方に負荷がかかって手刀が曲がるなどの悪影響を及ぼす。こうして P-2 p 三の両手頭から伸長したシュゲタは、最後の単ブロックを釣り上げることで併合する。この際、シュゲタ接合を容易化するため左右のシュゲタをそれぞれ陸側に移動、セットバックして、左右シュゲタの間隔を押し広げる。大船から釣り上げたシュゲタは水平に釣り上げては、はまらないため、一方を下げて傾斜しながら釣り上げて、所定高さで水平を回復、セットバックを開放して、 左右手下たを中央に寄せて併合した。1996年6月22日のことで、中央大橋が、株高を発注してから7年目のことあった。セミパラレルワイヤー、ニュー PWS で、直径7ミリメートルのアエンメッキ光線を平行に、束ね、これを179本から398本までに、結束したものを、都合10種類製作した。 最も太いケーブルは直径 173mm で最小は 124mm である。首都側を細いケーブルとしてそこから離れるに従って太くしている。また最も太いケーブルは1本で2445トンの重量を支える強度があるが、全体では136本のケーブルで136000トンの重量を支えることができる。ただし、 安全率を高めにとっていることから実際は、その2倍の強度を有する。なお、ワイヤーにねじりを加えてその上から、防錆びケーブル保護のために高密度ポリエチレンを直接押し出して被覆しが、さらにその上に夜間におけるライティング効果を高める、ために、フッ素樹脂を被膜して、ケーブルカラーを白ろとした。このように、中央大橋では、首都、シュゲタ、 ケーブルのすべてが白で統一されている。ケーブルは、手刀から放射状、ファン型に伸びてシュゲタに連結している。シュゲタの両サイドで連結する二面吊り方式で、17本、17本が8面、あるため合計136本のケーブルで支える、マルチケーブル配置ある。複数本あることから戦術の張り出し仮設工法、及びバランシング工法で、完成時のケーブルを、 仮設時にも利用できるメリットがある。ケーブルは雨や風によって影響を受け、それがレインバイブレーションとして手下や手灯に対して影響を与える。雨が降った場合、ケーブルを伝って流れる水道ができたところへ特定の風速帯の風が吹きつけることがその原因とされる。振動防止策としては各ケーブルを水平ワイヤーで 横断的に連結することが考えられるが、西大橋一気線でそれを試みるも、後にワイヤーが破断しているのが発見された。レインバイブレーションは中央大橋でも、その発言が予測されたことから、精神対策を行うことになった。西大橋と東大橋は、ケーブル定着部に高原水ゴムを組み込むことで対応したが、ケーブル長が極端に長い中央大橋では、 振動を抑制できないことから、ゴムに変えて、粘性洗断ダンパーを使用した。これも、シュゲタとケーブルの定着部付近に設置されたが、ゴムと違って装置が露出することから、高ラン転売よりも低い位置に設置することで、視界からシャットアウトして、美観を損ねないように配慮し、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。